田中勝之助田中勝之助3月16日から1945年8月6日は日本の実業家、政治家、衆議院議員。島根県長郡今市村丸原で酒造業、田中正町の長男として生まれる。島根県立浜田中学校を経て、1923年、鹿児島高等農林学校を卒業。その後、家業を継いだ。今、 一村会議員を務めた。日中戦争で王将して、足掛け4年間従軍し、陸軍不評注意に昇進した。1942年3月、島根県会議員に当選し、帝国在京軍人会、長軍連合会分会長も務めた。同年4月、第21回衆議院議員総選挙に非推薦で、島根県第2区から出馬して当選し、 翌3政治会に参加。この間、卓務省委員、大東亜省委員、大政翌3会中央協力会議員、島根県翌3総年団副団長、翌3政治改正長大東亜委員を務めた。1943年、帝国議会において、戦時刑事特別法中改正法律案に反対し、これにより臨時召集を受け1944年7月15日に、 議員を退職した。広島第五師団参謀ぶつけとなり、8月6日の原爆投下により被爆死した。広島への原爆投下によって、元大議士の田中以外に、現職の広島県選出大議士である、古滝里、森田副主が被爆死しており、没後の9月4日、第88回帝国議会衆議院本会議は、この3名に弔辞を贈呈した。ありがとうございます。